今日はホンダドリーム笠間の方に来てます。大きいですね。ここは今日レンタルするバイクとしましてはこちらになります。ホンダの CBR250RR の2020年モデルの新型ですね。こちらに乗っていきましょう。こちらの荷箱としては初期型の荷箱を私乗ってたんですけどね、それのマイナーチェンジバージョンで馬力が41馬力に上がっているモデルですね。でクイックシフターなんかも新たに搭載されておりまして、この車両にもついてるんですけど、初期型との違い、そういうのを今日はレンタルしてチェックしていこうと思います。早速クイックシフターの方を使っていきましょうか。いきますね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。すごくスムースに入ります。特にダウンがすごく滑らかですね。アップももちろんなんですけど、おお、これはいいですね。私が乗ってた初期型ニダボにも車外のクイックシフターつけてたんですよね。寺本商会っていうメーカーから出てたアップダウン対応のイージーシフターってやつつけてたんですけどね、それよりも断然こっちの方がスムースになってます。いや気持ちいいわこれは。いいですね。やっぱ荷ダボコンパクトですね。すごくコンパクト。ZX2R なんかとも比べていけたら面白いなと思って今日レンタルしてみたんですけど、 ZX2R よりも全然コンパクトです。こっちの方が真ん中に集中してるっていうのかな、断然こっちの方がコンパクトですね。やはり2気筒ということもありスリムになってるんですよね。スリムになってるんですよね。さあそしてモード切り替え当然ついてますね。スポーツプラスモードで走ってみましょう。音もすごい小気味いいサウンドですよね。やっぱり2気筒ならではの爆発感、パルス感がありますよね。すごくいいなこのクイックシフター。今日の目的はクイックシフターのなんていうんですかね、使用感、クイックシフターの感度っていうのをちょっと見てみたかったんで、こんなんなんですね。なんかリッター SS の純正のクイックシフターあるじゃないですか。なんかそれよりもすごいスコスコ入ります。これ笑っちゃいますね楽しい。 ZX2R のクイックシフターまだ試せてないんで、先にニダボの方を試そうかなと思って。完璧ですねニダボの方は。それでこの新型ニダボとしては新たにアシストスリッパークラッチが採用されたんですけどね、クラッチの握り心地としては初期型のニダボと比べるとどうだろう、若干軽くなってるのかな。だけどそこまでなんかうわ軽いって感じはしないですね。やっぱりニダボはニダボだなって感じで、初期型よりちょっと軽くなったかなぐらいですね。やっぱり電子制御スロットルなので
クイックシフターもアップダウン入れられるんですよね。やっぱりワイヤー式だとダウンの方はどうしても入れられないんで、そういうところが電子制御スロットルの強みなんですけど、あとは高速行って、3馬力アップの恩恵を感じてこようかなと思うんですけど、初期型38だったんで、この新型41馬力になってるんで、高速行っての伸びですよね。そういうのを見てみようかなって思ってます。面白いように入りますね、これ。これはサーキットでものすごいアドバンテージになるでしょうね。クラッチ操作も気にする必要ないんで、左手も全然疲れないですよ。クラッチ握ってないんで、一回も。すごいな。やっぱりポジションこれ鬼ですねものすごくきついですね、ポジション。 ZX25R よりも多分 1.5 倍ぐらいきついんじゃないかな。 25SS の中でダントツのポジションになってます。めちゃくちゃスパルタンだわ。なんでサスペンションもなんていうんですかね、こうセッティングが変更されたんですよね。なんか突き上げ感なくなったような気しますよね。そう言われてみると、初期型はすごいゴツゴツ感あって R6 みたいな乗り味なんですけどね、こちらはなんかあんまりゴツゴツ感感じないですよね。まあ今結構フラットな路面走ってるからっていうのもあると思うんですけど、そこまで感じないですよ。これもマイナーチェンジの恩恵なんでしょうかね。全然そういう突き上げ感みたいなのがなくなってます。なるほどね。でクイックシフトもこれ本当さらに戦闘力上がったなって感じしますよね。しかしポジションきついなこれさあ行きますね。回転の伸びとしては正直なところ率直に思ったのが、やっぱり普段 ZX25R 乗ってるんで物足りないかなって感じましたね。正直まあそれはしょうがないんですけどね。まあ、でも1万4000ぐらいまで回ってたのかな多分。もう一回グリッピングして加速してみますね。行きます。1万4000でレバー当たりましたね。回っても1万4000か。なるほどね。
っちゃけ初期型の荷だごとの高回転の伸びの違いっていうのは100キロぐらいじゃ正直わからないかな。乗り味としては、CBR1000RRR、それ本当に小さくしたような乗り味ですよね。ただエンジンが2気筒ってだけで、やっぱりこういった高速域になるとサスペンションなんかもすごいゴツゴツ感出てくるし、やっぱりスパルタンモデルだなっていうのがそういった印象ですね。6速巡航で7000回転ぐらいでしょ。 25R の方は6速100キロで1万回転ぐらい回ってるんで、やっぱり回転域が違いますよね。やっぱりこう25史上最強に回るエンジンなのは間違いないんですけど、やっぱり ZX2R と比べちゃうと物足りなさを感じてしまうかなっていうのが正直な感想ですね。新型のデコの方をチェックしていきたいと思います。こちらは最上位モデルのトリコロールから、初期型の荷ダボと比べてホイールがゴールドに変わりましたね。でフレームもシルバー塗装されてるんですかね。非常にかっこいいですね。デザインですよね。なんといってもこのデザイン本当完璧すぎるかなって思いますね。立体 SS なんかと比べてもダントツにかっこいいと思いますよ、これ。サウンドはおとなしいんですけどね、やっぱり2気筒なんで。CBR としてはこの見た目にも相当お金かけてるらしいんで、税込み85万円ということもあり、性能だけじゃなくて見た目にもこだわってるバイクなんですよね。かっこいいですね。さあそれじゃあまた走っていきましょうか。ロース伸びが本流なんですけどね、やっぱり行動だとここまでしか開けられないんで申し訳ない。これ ZX2R と比べると思ったのがやっぱり軽い、すごく軽いんで、こう高回転の伸びは負けるんですけど、なんていうのかな、こう例えば1万3000回転までだったらこっちの方が全然速いと思います。
だからやっぱ瞬発系のニダボに対して伸びの ZX25R といったところで、こちらがこう爆発力ってのは確実にあると思いますよ。瞬発系ですよね。ものすごく俊敏な感じが見受けられます。音もいいですもんね。サウンドにもやっぱりこだわってて、爆弾のデザインなんかも本当にかっこいいですよね。ピュアルになってて、また加速いってみますね。やっぱり加速のニダボかなって思いますよね。もちろん最高速も伸びるんですけどね、それよりもダッシュ力が半端じゃない。これはずば抜けてるかなって思いますね。やっぱりそこは2気筒の軽さから来るもので、それに加えて41馬力出てるわけなんで、遅いはずがないんですよね。路面の凹凸が多い道路など走ると峠道ですよね。こう 上下に揺さぶられる感がありますね。初期型よりはこう少しマイルドになったかなと思うんですけど、ゴツゴツ感ありますよ。ほんとガッチリしてます。乗り味が、音もいいし、これですよ、クイックシフター。どんだけ感動いいんだってぐらい。だから本当に左手はもう意識する必要ないんで、左足だけで、すごく運転に集中できますよね。エンジンブレーキもすごく効くんで、全体的な総評としては、初期型のニダボをさらにこう走りを研ぎ澄まして、乗りやすくしたといった印象で、快適装備の方も増えてるんで、絶対にこっちの方が買いかなって思いますよ、初期型よりも。クイックシフターが本当に優秀で、
シフトアップしたのかシフトダウンしたのかわからないぐらい本当スムーズになってます。これは相当の武器でしょうね。自由自在ですよ。これ250ですもんね。こんなパワーモードもついてクイックシフト上下でしょ。トラクションコントロールとかはついてないのかな。でもジョンアップダウンだけでも R6 とかよりもいい装備ついてるんで、そう考えるととてつもないバイクですよ。加速もすごいスムーズなんですよね。欲しいなこれ本当にそう思える1台ですね。まあ持ってたんですけどね、売っちゃったんで、これこうまた欲しいなって思えるような1台になってますね。本当気持ちいいですよ、このバイクは。ほら足だけですもん。普通にこう街中でも全然使えるんで、3000、4000ぐらいの回転域でもここら辺も嬉しいですよね。それとで今日はホンダの CBR250RR 2020年モデルのインプレッションでした。ご視聴ありがとうございました。